以前ですね、パートナーが欲しいっていうのがあったんですけども、その後、はい、パートナーとか結婚に関して、はい、どう考えるか。そうですね、全く考えてないですね、今は。まあ、これからなんで、これからの人生決まってから自分でこう迷ってる段階ではなくて、決まってからそういうことはやっていきたいなと思うので、まあ、あの時は多分寂しかったと思います今はもうその先に向かって目が向いてるので。お相手の候補とかっていらっしゃる？いや、候補もいないですね。あ、もうそんな時間もなく、はい、一人で、まあ結構忙しかったのもありますし、なんかそっちに目が向かないというか、あ、やっぱりなんか自分が中途半端なまま、なんかそういうのはちょっとあれなので、全くないです。あとさ、日本スケート連盟の会長とは、何か今回引退に関してご相談とかご報告がされたことあったんでしょうか？この引退に関しては誰にも一切相談もしてないです。もう自分で決めて、あとは全て事後報告で引退することにしましたとお伝えしました。会長は何かちょっと、あ、そのちょっと会長の方は連絡を差し上げたんですけど、ちょっとタイミングが合わなくて、差し上げたんですけど、電話をさせていただいたんですけど、タイミングが合わなくてまだお話できてないんですけれども、話はちゃんと通じてるので、またこの後もう一回ちょっと時間がなくてできなかったので。